イントロクイズのスピリトンミュージック。この番組はイントロクイズサークルオンタマがメンバー共通の趣味であるアニメソングの成分少し多めで、好きな曲やコンテンツの話、さらにはクイズの時に考えていることなどのトークを通して、皆さんと一緒にクイズの世界を盛り上げようと奮闘していく番組です。事前に一つのトークテーマを決めてトークを始めますが、最終的な展開は撮ってみるまで分かりません。今回参加するメンバーはキョンとナナとヤツオとナルとソキウスです。では、今回も始めていきますが、今回のトークテーマは、まあ、そもそもこの今やってる私たちオンタマというイントロクイズサークルが一応メインとして掲げているのはオールジャンルのイントロクイズを中心にやっていくサークルだっていうことを大々的に打ち出してやっているんですけども、じゃあこのオンタマがメインに掲げているオールジャンルって何なんだろうっていうのを改めて考えていきながら、私たちのやってることを紹介していこうみたいなスタンスで今日はやっていこうと思います。なんかすごく哲学を感じますよね。哲学、オールジャンル、まあ、オールジャンルとはみたいな哲学だね。確かにオールジャンル、オールってなんだって話なんだけどね。まあ皆さんパッとはやっぱり思い浮かばないでしょうからね、わからない方には。じゃあまあ一応これは主催だからっていうので聞くけれども、主催的にオールジャンルって言った時に想定している出題はどういう出題？はい、そうですね、やっぱりイントロクイズっていうと音楽っていうのが聞かれると思うんですけれども、その中でもやはり日本人に馴染みがある J-POP、 それからそうですね、洋楽なんかも含んでいいかもしれません。そういった芸能ジャンルといいますか、そういったジャンルの曲、うん、それからアニメソング、ゲームソング、それから特撮作品の楽曲、はたまたボーカロイドとか、どちらかというとサブカルチャー的な、要素の強い楽曲なんかを集めた、まあ、まとめてアニソンって呼んでますけど、そういったものがまたジャンルとして大きいのがあって、それ以外ですよね、それ以外の楽曲だったり、はたまた楽曲じゃなくて音なんかもイントロクイズとして出しても取材しうるものだと考えているので、そういうものも含めてオールっていうのは、あのオンタマの考えるオールですね。うん、じゃあまあいくつかちょっとその辺を解きほぐして感じだけども、まずまあ結構まあ好きな人が多いっていうのもあって、割合としてアニメソング、まあ広い意味でのアニメソングって言われるものの出される割合もそうだし、ある意味深さ、まあこれはジャンル限定の話ともちょっとつながってくるんだけども、オールジャンルって言った時でもそういうちょっと深めのところが出たりするのもまあ一つあるかなって思うんだけど、それはどう？まあそうですね、やっぱり一つ一つのジャンル細かく見ていくと、なんかアニメソングの中でもかなりいろいろなジャンルがあって、それがほぼ全部出されてるみたいなところがあるので、もしかしたら J-POP よりもそういったところの方が深掘りができてるのかなっていう印象は持ちますね。でもオールジャンルっていう出し方で出してる時って結構私たちこの5人の想定では若干そのアニメソングと言われる部分の出す割合を少しまあ狭めてるっていう実感はあると思うんだけど、ない？そうですね、やっぱり J-POP って誰しもが聴いてるものっていうのが、誰しも日本人なら通っているであろうっていうところが前提にある気がするので、ちょっとそこちらの方が多めになりつつ、うん、サブカルチャー部分も忘れてないぞみたいなところはあるかもしれないですね。うん、基本的にはなんかそういうスタンスのオールジャンルっていうのがまず前提にはあるな。まあ、他の皆さんにもちょっと聞いてみたいですよね、ここは。じゃあちょっとなるくんに聞いてみるけど、なるくんはどちらかというと、はい、まあ、出会いとしてはいわゆる J-POP、まあ、限定とまだ言わないかもしれないけど、 J-POP が多いイントロクイズの場が割とスタートにあった立場から見て、はい、オンタマがやってるオールジャンルっていうものに対してどういう印象を持っている？私としてはまあもちろんあの J-POP 系のジャンルと、まあ、アニソン系のジャンルが
こう、まあ、同比率で出演されてるっていうのはありまして。同比率か。うん、まあそうですね、大体同じぐらいの割合で出演されてて、うん、でまあその中でも、まあ、たまにちょっとこう駅メロだったりとか、うんうん、あとはあれですね、お母さんと一緒みたいなちょっと教養番組系の、うん、まあ、NHK でまあ主に、まあ、その NHK に関連したコンテンツ の, 楽曲をちょっとこうたまに出す、そう、あと童謡だったりとか。NHK に関してはうちらだからっていうなんか前提ありそうだけどなんかそうですね。なんでまあ J-POP 系アニソン系を中心にたまにちょっとこう童謡だったりとか、うん、こう教養番組系のものがたまに出るっていうのが私としてのこう音玉のオールジャンルっていうイメージはあります。オールジャンル、さっきアニソンでちょっと一回ピックアップしてみたけど、じゃあ今度はアニソンと J-POP、 まあすごい今回はちょっと便宜的にこの2つの言い方にしてるけれども、それじゃないものって今まで音玉ってどういうの出してきたかなっていうのを振り返ってみたいんだけど、まあ、さっきちょっと話に出てきたところだと駅メロはよく出してるの多いよね。はい、他何あったかな今まで。あとなんか特にアニソン系がそういうパターンが多くて、まあ、例えばですけど、はい、ポケモンの鳴き声ですか。そうだよね、ポケモンの鳴き声は割と独特だと思うんだよね。そんなに、これはまさに何か音玉いや、まあ他のアニソンイントロのサークルで何か育ってきたっていうのはありますね。うん、なんかよく記載されてるなっていうのは、うん、むしろ音源あるんだあるんでしょそうだよね、音源あるんだっていうところからまず入る、ね、そこからびっくりして、で調べたら、まあ、普通になんかレンタルショップでもなんか借りれるで情報して、あ、そうなんだってなりましたね。てかうちらが最初だったかは分かんないけども、いろんな人がみんな出すから、なんかみんなポケモンの鳴き声で普通に早押しクイズ世界出るようになってきちゃってるよね。来ちゃってるって相手言うけど、まあそうですよね、私が積極的に出してますからね、私が最初です、はい、間違いない元祖多分そうだよね、多分元祖は私でしょうね、これは確実に。はい、じゃあ今駅メロポケモンが出たけど、あと何があっただろう今まで振り返ってみて。今さっきちょっと触れられましたけど、合唱曲なんかはやっぱりその他に入るんじゃないですかね。ああ、合唱曲か。合唱曲となってくると、まあ、私もそうだし、安岡あたりがその辺はいろいろあるんじゃないかなと思いますけど。いや好きですね安岡さん特に合唱曲強いイメージありますね。いや、ただ自分がこう本当に経験したところだけです。特に僕の場合は合唱をやってたとかではないので。そうだね、本当にその自分の経験上聞いたことのあるもの、触れたことのあるものでしか多分取れないです。確かに自分も合唱曲好きだっていう時には、確かにやった経験がある曲、それは中心になってはくるよね。それでも安尾さんなんか強いイメージがあるのは不思議ですね。取れる曲を落とさないってかところですかね。そこは多分知ってる曲であれば確実に取るからだよ。やっぱ強みですね。それは強いよ。知ってる曲押せたら最強だもん、全部押せたら。そう思います。ラナ君にちょっと聞いてみようかなと思うんだけど、音玉の今までの活動を振り返ってみて、オールジャンル言われた時に、今出たやつ以外でもいいし、まあ、今出たやつでもいいけども、どんな楽曲群をイメージする？そうですね、今出たもの以外ですと、まあ、特に印象に残ってるのが、うん、ソキウスさんが以前出題していた環境音限定のイントロクイズ、うん、この身の回りの生活音とか、はいはいはい、そういったものを限定で答えるっていう企画が個人的に印象に残ってます。あれは一番の問題作と言ってもいいであろう日常音環境オンリーイントロクイズっていう企画を以前やりまして、あれは確か音玉できる前の時ですよね。そうだね、対外的に一番最初やったのは音玉として活動する前の段階だね。まあ世の中には効果音を集めた CD とかそういうのもあるんですよ。テレビ番組とかそういう業界の人がサンプルとして使用するみたいな使い方って多分主に使われるんだろうけども、そういったのを使ってちゃんと答えが出そうな、区別できそうなものをチョイスして出題してみる
確かあの時出したのはなんか調理法の区別とか出した覚えてがある。煮る、ね、焼くとか、そう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 、はい、なんか炒めると炙る、違いますからね我ながら何出してんだろうと思ったけどでもやってて楽しかったのですごくあれはそのおかげでね、あの油の跳ねる音が分かるようになりましたからね、ちゃんと、うん、あの煮ると茹でると揚げるですよねそう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 、多分日常の生活音に関しては私が元祖に近い方だと思っているんですが、なんかやっぱりこれも音玉きっかけなのかな、ちょっと出題の頻度は増えたよね。といっても音玉が多分一番出してるんだろうけど、まあ、確実に音玉で出してるのは私が結構出すのもありますけど、うん、やっぱり私の取材で出すきっかけって確実にソキウスさんの影響だと思うのでそうですね、いや元祖ですよ。これもちょっとあの昔の個人的な話をさせていただくと、イントロクイズっていうものを本格的に始めるちょっと前に、そういう日常系の音とか環境音とかをピックアップして出すイントロクイズのイベントがあったんですよ。イントロクイズを自分がやろうとする少し前に。で、もともとクイズサークルの方で個人的にその日常音環境音みたいなのをイントロクイズに挟み込むってことを割とやってた人だったので、あ、すごくなんか自分にぴったりなイベントがあるなと思って参加したんですよ、その時に。で、そしたら、まあ、チーム戦だったんですけど、そのチームで参加したやつで優勝してしまって、多分それが結構自分の中でも一つの大きなきっかけになってるんじゃないかなって改めて思うんですよ。多分それがなかったら、ね、大々的にはやってなかったかもしれないっていう。めちゃくちゃいい成功体験ですよね。そうね。でも、まあ、チーム戦だから優勝できたっていうのはもちろんあるし、確かその後に出た個人戦では普通に負けたんですけど、でも確かにそれは大きなきっかけではあったと思う。あ、これ出していいんだみたいなのありますもんね。確かにね、その割と音玉はこれ出していいんだに挑戦してきたサークルかもしれないね。積極的にそこはちょっと挑戦してましたよね、我々はね。ってなってくると、まだ全然出してないのももちろんあるんだろうけど、私はそういうチャレンジングなあの CD の借り方をいつもしてるつもりではあります。CD チャレンジングな CD って何だって話やってくるんだけどね普通に まあまた後で話すかもしれません。そういう曲を出題されてるって印象はありますね、調査。うんうんあの最近あれですよ、あの1回私物体行くごとに1枚は謎音源を借りるみたいなの自分ルールがあるんで。よくわかんないよ、そそんなルールがあるんです。じゃあまあ今の話いろいろあったけど、今後どういうのを出していきたいっていうなんか展望っていうか、さっきのチャレンジングな姿勢っていうのにもつながるけど、まだ全然それは世の中探したらいろんな音源があるわけで、今後何出していきたいとかみたいなのある？じゃあなるくんはいろいろなイントロクイズの場でオールジャンルのリスト組んでやるみたいなことも割とやっている人だと思うんだけれども、はい、じゃあそういうなるくんとってなんか今後出してみたいものとかってあったりする？まあだから過去にたまに出題してはいたんですけど、うん、韓国だったり中国だったりそこら辺のあの音楽を歌っていきたいなと思いました。はいはいはい、アジア系のってこと？それは偶然アジアだっただけ？まあなんかそうですね、こうなんか自分がまあいつも iTunes とかネットでなんか謎曲みたいなものをまあ調べるんですけど、うん、まあその時たまになんかこう韓国でこう有名な演歌ってなんだろうで、あー YouTube だったり調べるとなんか有名曲が出てきてっていうのをなんか謎にやってたんですけど、その発掘をちょっと今後もちょっと増やしていこうかなと考えたりしてます。さっきまあ出しているジャンルの紹介の中でちょっとだけ触れられた洋楽って言い方をしてたのもあったけど、洋楽、まあ、つまり海外の音楽、うちらは出してる方なのかな、どうなんだろう。出していないといえば嘘になりますけど、出してるかって言われるとちょっと薄いような気はしなくもないです、
というのも、まあ、私がそんなにあの幅広い知識があるわけではないので、最低限のものしか入れてないような気はするんですよね。最低限のものも持ってないものとかも意外とあるので、洋楽に関しては、なるくんの方が持ってるかな、もしかしたら。それを点どう？そうですね。まあ、あの、グラミーのオムニバスが、だったりとか、あと、まあ、20世紀洋楽だと、結構いろんなオムニバスがあるので、そうだね。まあ、そこから、まあ、ちょっといろいろ回収したりして、で、でもなんか洋楽に関しては、本当にこのアーティストの1番手、2番手、3番手ぐらいの有名な曲を、なんか抑えてればいいっていうのは、なんかありますね。ああ、そういう感じか。はい。自分が出題、まあ、たまにするときも結構海外音楽をどうしようかっていうのは悩みどころで、毎回ちょっとは入れるけれども確かに量は少なくなってしまうかな。まあ、ちょっと出題社会でもその辺触れられたらいいなとは思うけど、でも最近聞いて自分がなんかこれいいなって思った、そういう海外の音楽とか、まあ、昔から好きだったものはちょこちょこ入れているようにはしてるけど、どうだろう、まあ、ここの5人もそこまでなんか海外の音楽を積極的に出してるってイメージは確かにあんまないかもね。まあ、なるくんが個人的にやってる方のサークルのやつで、うん、その洋楽ジャンルっていうのがちょっとフィーチャーされてる、洋楽、まあ、海外音楽ジャンルがフィーチャーされてるところがあるので、はい、そこは多分意識して集めてるところだと思うんで、うん、なるくんはそこは強めなのかなとは思いますね。音玉だと。他の3人はどういうイメージ？基本視点だと。まあそうですね、あのそれぞれの色っていうと、そうですね、ラナくんだとやっぱりオールに当たりそうなところで言うとメタルとか、あんまりそういうジャンルに着目してる人がいないかなっていうところで、日本のもそうですけど、やっぱり海外のメタルバンドとか、うん、そういうところの音源をしっかり仕入れているのがラナ君なのかなって思うので、うん、これはやっぱり一つの色として出していいところかなって思うところです。はい、ラナ君はそのメタルっていう、まあ、メタルじゃなくてもいいけど、そういう海外の音楽を出題するときに何か考えてることってある？そうですね、まあ、メタルに関しては、まあ、割と最近になってこう結構好きになったジャンルではあって、あんまりその広く集めているわけではない、まあ、どちらかというとこうアニソンの中にたまに登場するこうメタル風の楽曲がすごい好きっていうような、うんうん、まあ、個人的な感覚でして、まあ、でも洋楽全体で言うと、まあ、これもやっぱり20世紀になってしまうんですけど、まあ、特に80年代あたりの洋楽のポップスはかなり好きでして、まあ、なので、うん、まあ、その J-POP の出題とかでも、まあ、そのあたりの洋楽が、まあ、もっと出てもいいのかなっていうふうに思ったりもしますし、うん、まあ、個人的にも出す機会があれば、あの積極的に出していきたいなという気持ちはあります。そうだね、自分の好きな範囲のところからでもいいから、もうちょっといろんなのが出てくといいなっていうのは確かにあるね。自分もその辺は気をつけていきたいなと心に思うんですが、じゃあ改めてそのキョンさんに残り、まあ、今ラナ君出してくれたんで、2人の出題に対してのイメージを聞いていきたいんだけど、引き続き。そうですね、安尾さんってなんかそういうところではJ-POP アニソンっていうところにしっかり乗っ取った選曲をされるイメージがある中で、やっぱりまあ合唱曲強かったですけど、 NHK なんじゃないかなっていうのは思いますね、うん、NHK から得られる海外の音楽の知識ってバカにならないって言ったら言い方変かもしれないけど、結構でかいと思うんだけど、どうだろう、その辺はすごくその NHK の影響はやっぱでかい？でかいです。はっきり言ってた。でかいですよね。そこはもうでかいのはそうですし、あとその洋楽とか出す口に言っても、やっぱりこう自分にあまりこう素養がないというか、
あんまり造形が深くないので、こう、やっぱりこう、自分で語れないものについてこう出すことをためらっちゃう傾向があるので、うん、なのでちょっとそこは、もうちょっと、もっといろんな切り口で、洋楽に自分でこう触れないと、こう、ちょっと出しづらいなっていう思うところがあって。うんうん。なのでどうしてもその、NHK から得られる洋楽っていう出し方にちょっと、頼らざるを得ないところはちょっと反省すべきところですか。まあでも、一つの視点としては全然ありだと思うしね。自分も結構そういうところあるし。じゃあ最後に、まあ私から話を振るのも変だけど、ソキウス出題の時のことを聞いていいですか。いやまあ、それこそ、私と同じくらい何出てもおかしくない人だよなって思ってるんで。それはそう。いやー、なんでしょうね。怖いですよね。怖いの。いやまあいろんな、これは褒め言葉ですけどね、何出るかわからないで、そのいろいろなものが出されるっていうところにおいては、うん、はい、洋楽の方でも洋楽に注目するだけでも、その普段イントロクイズで聞かれづらいようなところとかを聞いてくるような、例えばバーシアとか、ああこの間出しましたね、バーシアのサードタイムラッキーでしたっけ。あの辺はなかなか普段聞かれるようなところではないと思っているんですけど、まあ私は好きなんですよね。あれは本当にただ自分が好きだからっていうのもあるし、そこまでなんかイントロクイズ界隈での出題傾向を熟知している人ではないので、あ、確かに出されてないのかなみたいなことは出してから思ったりしたっていうのがあるので、楽しいリストだなって思って受けてますね。ということで、まあ今のはちょっと海外音楽でをきっかけにいろんな話をしていきたいけども、じゃあまあ話をもうちょっと総論的なところに戻していって、じゃあこれからオンタマっていうサークルがメインとしてはどういう活動を今後していきたいかっていうことをちょっと話したいんだけど、まあ、これは主催に聞くのが一番早いと思うので、今後オンタマがメインとして、もちろんメインじゃないところも含めてだけども、どういった活動をしていきたいっていう、なんか青写真的なことを聞かせてほしいなと思うんですけど。まあそうですね、やっぱり今までオールジャンルのイントロクイズができますよって言ってやってきてるところはあるので、今後もその方針は変わらないかなと思うんですけど、うん、やっぱりオールジャンルってジャンル限定っていうものをやって際立つものなのかなって思うところもあるので、うん、すごくそれは同意見です。なので例えば J-POP だとか海外音楽とか、あのメインカルチャー的なものが出るジャンル限定会、うん、それからアニメソング、ゲームソング、特撮、ボカロ、なんかそのサブカルチャーで出るようなもの限定のイントロクイズ、ジャンル限定をやるっていうのも一つあると思いますし、で、うん、それをそのジャンル限定をやった上で、そのジャンルにとらわれないで全てのものをやりますっていう回をオンタマとしては売りにしたいなっていうのがあるので、うん、時には視野を狭めて深く掘り進むようなところもありつつの、オールジャンル、全部をしっかり拾えるところを拾っていこうみたいなところがやっぱり今後の活動のメインになっていくのかなと思います。うんうん、チャレンジングな姿勢っていう言葉もさっきあったけれども、やっぱりそういうところにはチャレンジしていきたいですよね。そうだね。まあもちろん最初の方にちゃんと触れといたけれども、オールジャンルって言い方をしてるけど、まあ厳密な意味でのオールではないっていうのはもちろん頭の中に置いた上で、その中でもいろんなところに挑戦していく姿勢っていうのはちゃんと持ち続けて出していきたいよね。そうですね。もうそれこそオールジャンルを本当にオールにしていきたい勢いですよね。それはなかなか大変なことだと思うけどね。なかなか大変だと思いますけど、やっぱり無視はできないと思ってるので、うん、だってそれを言い出したらどこにどれだけの比重を置くかっていう価値づけの問題が生じてきちゃうから、それを真の意味でオールにするっていうのはかなり難しいことだと思うよ。一回の企画で全部のジャンル出すのはほぼ無理なところだと思うんで。そうだから、便宜的にこれをこの程度って毎回決めるのが出題者の難しさであり楽しいところでもあるんだけれども。そうですね。でもちろんさっき話してた通り、オールジャンルもやりながらオンタマとしても、ジャンル限定の企画や例会っていうのをちゃんとやっていきたいっていうのはその通りで、
まあ、これはちょっとジャンル限定の回をまた少し後でそのことも話そうかなっては思ってるんですけど、そのジャンル限定独特のまた楽しみみたいなところもあるもんね。はい、そうですね。というわけで今回は、ジャンル限定も脇に携えながら、オンタマというイントロクイズサークルはメインとして、鍵カッコ付きだけどもオールジャンルっていうのを目指して挑戦的にやっていきたいなという姿勢を再確認した回とでも言えばいいのかな、今日は。で、問題ないと思いますね。オールジャンルでやっていこうっていうところです。はい、うん、まだまだ出てないいろんなもの、駅名のポケモン、他に何だろうみたいなのがあるけれども、そういうところで挑戦していきたいねっていうお話でした。では続いていつものコーナーに行きましょう。お願いします。この番組では毎回最後に1分以内で今紹介したい1曲を持ち回りで語ってもらっています。今日はソキウスさん、よろしくお願いいたします。はい、2週目回ってきました。前回ものすごく時間を余らせたので、今回どうかな、いけるかな、頑張りましょう。では参ります。はい、今日ソキウスが紹介したい楽曲は、田村ゆかりさん、声優の田村ゆかりさんのさよならを教えてという楽曲です。まあ、このタイトル結構なんか有名な、ジャズでしたかね。そのスタンダードナンバーとタイトルと一緒なんで、そちらの連想もされる方多いかもしれませんけれども、こちら花降り月夜と恋曜日っていう私が好きなアルバムの一つなんですけど、そちらに収録されている楽曲で、田村ゆかりさんってイメージとしてキュートな楽曲を歌われるっていう印象が声優好きな方の中で多いと思うんですけども、この2000年代初頭の頃のアルバムでは、そのキュートのところにちょっと不思議な感じ、その幻想的な要素も加わっていて、私すごく好きなんですね。ちょっと90年代の流れ、声優の流れを組むような楽曲ですね。この楽曲、音楽ゲームに書き下ろしをしているパーキッズのお二人が書き下ろした楽曲で、このベースが鳴ってるけども、ふわふわした感じの楽曲が続いてて、裏拍でのベースとか、すごくそれが相まって、ベースがしっかりしてるけども幻想的っていう新たな田村かすな楽曲ができるんじゃないでしょうかね。ちょっとこぼしたな。ちょっとこぼしちゃいましたね。もうとりあえずもう全人類聞いてください。そこに戻っちゃうんだけど。そこに落ち着きますよね。ちょっと声優楽曲でも少しちょっと古めの2000年代前半の楽曲をちょっと今日は紹介させていただきました。魅力が伝わったかな。だったのでびっくりしました。あら、そうですか。パーキッズだしね。では、エンディングです。この番組は水曜日と土曜日の夜7時の週2回、プラスアルファで新しいエピソードを YouTube、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast で配信しています。概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っています。そして各種ポッドキャスト媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリトンミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後に、もしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら、 YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、 Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いいたしましょう。